販売はおせんべい製です。ただいまね、日本のね、円の事情がですね、下がると、世界的に下がるという事情があります。価値がね、下がるということで、将来10分の1の価値になってしまいますね。10分の1円の価値が10分の1になってしまうということですね。ということから、年金をね、20万もらってる人でも、年金制度、今の年金制度から言いますと固定なんで2万円だけになっちゃうんですね。20万円の年金が、月の年金がね、2万だけとなってしまいますね。で、一度決められた年金の額というのは、もうずっと変えられないんですね。物価がね、変わっても一向にね、そのままということで、昔は20万あって価値がその20万で生活できてもね、これから5年後10年後になりますと価値がなくなってしまうということで、日本の円の事情がですね、大きく変わってきてしまう可能性があるということですね。それで20万円の年金付き合っても、10分の1に価値になってしまう。米がね、今5000円ぐらいで買えますね、 10キロね。ね、これがね、5万ないと買えなくなるんですよ、将来ね。米10キロ今5000円で買えますけどね、いいお米でも5000円で買えますけど、将来は5万出さないとお米が買えなくなります。10キロね、全体的に物価的にそういうふうに変わってしまうそうだということですね。そうしますと、20万円持ってたね、年金付きがね、今度2万円の価値になってしまいますから、現在のね。ということは、年金でもう暮らせなくなるわけですね。というのは、社会的にその政府が年金を支払えなくなってきちゃったということで、それでその約束を守らないといけないということで、全体的にね、どうするかというと、円の価値を下げちゃおうと、ね、いうことを考えてます。そうしますと、20万円払って契約して20万円払ってる人たちは、その価値がね、もうだから20万円で2万円の価値にしますから、10分の1になるから、今度払う方も楽になってくるわけですね、円の価値を下げると。で、年金制度っていうのは、一度決めた額以上もらえないんですね。物価が上がったから、それに合わせてね、年金の支給額って増えないんです。ずっとそのまま、最初決めた額のままなんですね。ですから、物価が大きく、その10倍も高くなると、政府は、日本政府は助かるわけですね。10分の1の価値になると、今度10分の1で済むわけです。政府が負担している年金制度がね。で、今、いろいろ各地で大きい会社が倒産してます。東芝さんだって、もう財産全部売って、もう破産と同じになっちゃったということで、ただ名だけ残ってるだけですね。その他もう無数にね、大きい会社まで潰れてるわけですね。裏で潰れてますもん。で、今日本で今騒がれて危ないなというソフトバンクさんもやばいということでね。で、このね、危機でもし滅亡しましたらね、ここら辺はね、
そうすると政府のね、予算というか、政府銀行の方もね、やばくなっちゃうんですね。それでね、日本は生き残るためにどうするかって、役所はどうするかというと、皆に配ってた年金制度を縮小しないといけないということは言われてますね、もう。払えないって、もう今後。ね、で、今、上の部分は切り捨てで、あんまり支払いが多いところは、切り捨てということに決まっておりますね。だから、多く年金もらってる人の額は、ね、全部もう払うことはできませんということに決まってますね、もうね。支払えないわけですね、たくさん。年金払ってる人は、ね、他がもう払えなくなっちゃうということでね。で、どうしたかというと、どうするかというと、全体で、ね、全体の日本の、円の価値を落としてしまう、なくしてしまうということは、世界政府と日本政府、両方関係が作られましてね。日本の円で買い物ができなくなるということですね。で、価値を下げてしまうということですね。そうしますと、政府が一番助かるのは年金の支払いが10分の1で済むと。価値を下げれば。物価を10倍にしてしまうということですね。そこでね、私はそういうことが起きる事情があるかもしれないということですね。もう今後、もう5年後とかね。で、もう確かに年金もね、全部もらえなくなっちゃうし、金額が多い人からね、ね、上切り捨てちゃられちゃうわけですよ。もうそう決まってるわけですね。で、もう通知も出てますからね、それね。ね。で、それでももうこの日本人の負債というのは、会社の負債というのは会社の負債ということで取れないんですよね、社会上。だから、どうするかというと、日本政府、世界政府、まあ一番は日本政府の考え方なんですけども、物価をもう、ね、高くしちゃおうと。5000円で、10キロ5000円で買えた米を5万にしちゃおうと。全部そうしてしまおうと。ね、抑えられないと。そうすると年金は今まで通り払いますよと。ね。だけども、10分の1にね、変わるわけですから、物価が。価値がなくなるわけですよ、円の価値がね。今108円ぐらいで、ね、12円ぐらいになっちゃうんですね、価値が。だから、円ドルの関係で、現在12円ぐらいになっちゃうわけですよ。将来。12円ですよ、ドルと円と比べたらね。そういう事情、まあ、アメリカも価値、だいぶ下がっちゃいますけど、やっぱり同じような問題が出てますから、年金ね。それはまた、ちょっと違うかもしれないですけども、価値的にはそうなっちゃうわけですよ。ね。じゃあ、どうするかということで、私もこの年金で今度生涯食っていけないということなんで、食っていけなくなると物価が上げられてね。で、そこでね、皆様に指導するということ、世界バイナリーオプションスペシャリストなんで、私はね。で、資金が少なくても世界中どこでも仕事ができるようにというね、準備をしないといけないということですね。まあ一文無しだと、もうそんな事情になっちゃうわけですね。ね、円の価値がなくなっても、全然貯金も年金も役に立たなくなっちゃう。もうお金が少しかないと。それでもう生きないといけないということで、じゃあ少ない資金で、日本だけじゃなくて世界中行きますからね。ありますからね。で、仕事ができる方法ですね。これを一緒に勉強していきましょうということですね。
これをね、今実施しておりますのでね、ぜひね、お役に立っていただければ光栄だと思います。どうもありがとうございました。半間陽先生でした。